すくすく寸分はみんなで作る小さな子育て新聞だよ。子育てサークルの情報を PR して仲間を集めることができるんじゃ。楽しい子育てエピソードも投稿してね。歌やアニメになるんよ。それではすくすく寸分いってみよう。みんなの子育てサークル掲示板。はい、アミチュー元ハウスハズバンドの DJ グミです。今週も変身してから来たです。来週は変身戦で来るかもです。さて、ここでは皆さんから集まった子育てサークル情報をお知らせするんです。情報をチェックしながらこっちの画面も一緒に楽しんでね。それでは早速 Here we go time。 お子様か、あっちこっち。今日は高島市の大志山さくら園の中にある新朝日地域子育て支援センターにやってきたよ。外は自然がいっぱい、中は広くて綺麗だよ。あっちゃう、あっちゃう。食べてください。高島市に住んでいる未就園児の子供さんなら誰でも遊べる広場。年齢別の遊びの広場もあるよ。この日は1歳児さんが集合。ママと触れ合い遊びをしたよ。幼稚園が飼っているうさぎちゃんと親しんだり、遠足やクッキング、運動会など楽しい行事もいっぱいあるよ。お子様カンフー。ん、新朝日地域子育て支援センター行ってみよう。ゆめちゃんの大好き宣言。
かくんとゆぶきくんの大好き宣言。お父さん大好き、体を教えてくるから大好き。あこちゃんの大好き宣言。お父さん大好き、だっていつも可愛い絵描いてくれるから。ゆうきちゃんの大好き宣言。お母さん大好き、いつも似顔絵を描いてくれるから大好き。ジュネちゃんの大好き宣言。お母さん大好き、ご飯作ってくれるから。ちはるちゃんの大好き宣言。パパ大好き、怒らへんから。ゆいちゃんの大好き宣言。パパ大好き、優しいから。おとねちゃんの大好き宣言。お母さん大丈夫、バラ連れて行ってる。コウくんの大好き宣言。お母さん一緒に遊んでくれるから大好き。もときくんの大好き宣言。お母さんとお父さん大好き、時々好きなところへ連れて行ってくれるから。ケイタくんとリミちゃんの大好き宣言。お母さん大好き、いつも優しいからお母さん大好き。いつも優しいからお母さん大好き。テンタくんの大好き宣言。宣言してね。応募待ってます。イケてる育児パパ発見。イクメンウォッチ、今日のイクメンはじゅんパパ。シニアはイクメンパラダイス、見つけた見つけた、じゅんパパ。どんなにイクメンだったって惚れちゃダメ、そのパパ。すくすく寸分いかがでしたか？次回もお楽しみに。